クリスティアーノ・ロナウド、恥をかく。この日本の文化というか、本当に恥ずかしいよな。意味のない質問だよ。君はイエス・キリストを知ってるのか？気まぐれのご存知ですか？ナオト以外眼中にないやろ。メジャーなんてアメリカ人と日本人の一部しか見てないからそら嘘やろ。クリロナも大谷も競技するためだけの食事と睡眠してるから話の馬は合いそう。インティライミ覚えてるか聞いてほしかった。野球なんてアメリカ人でも知らんやつおるぞ。日本ではみんな大谷はアメリカ中のスーパースターみたいに思ってるけど、